片っ端から食い物にしてるんですよ。こんなことをしてる国は滅びる。もう来るとこまで来てますよ。山火事をより長引かせて、みんなの目が山火事の方に行ってる間に自分たちのやりたいことを進めようとしてんじゃないですか。陰謀でも何でもないですよ。で、このコロナに関して言われてませんか？憲法改正が必要だって。大きな間違いですよ。どうして憲法改正必要なんですか？コロナに関係のない話ですよ。コロナがこんなに日本で終わらない理由は何か。これは私権の制限というのが憲法上非常に難しくなっているから。これは憲法を改正しないことには日本のコロナの混乱は収まらないんです。嘘です。全くの嘘。そうじゃない。コロナを自然災害と同じように災害に指定するだけで、全て話は前に進むという説明をしたいと思います。はい。コロナが自然災害として認められれば一体何が起こりますか。こういうことが起こります。コロナが災害と認められれば、市民に自宅待機を求めることができます。法律でしっかりと求めることができます。はい。災害対策基本法の第60条の3、屋内での退避、その他の屋内における退避のための安全確保に関する措置、指示することができます。災害と同じ扱いにすればこのようなことが可能になる。コロナが災害と認められれば何が起きますか。自粛ではなく事実上のロックダウンが可能になりますよ。災害と認められるだけで。はい。災害対策基本法63条の1を見れば、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立ち入りを制限、禁止、そういうこともできる。東京には来ないでください、そういう話じゃない。災害に指定すれば警戒区域自分で決められて外から入れないようにできる。まさにロックダウンじゃないですか、本物の。コロナが災害と認められれば、食品、飲料、生活必需品の提供もできることになる。足りていないところに食料を提供したり水を提供したりすることだって可能だし、それだけじゃなくて、必要な資金などの給与与えることもできるし、貸与貸すこともできる。避難所の供与としての、ホテル宿泊も可能になるし、で収入を失ったために家を失いそうになっている人に対しては家賃補助だってできるでしょ。みなし仮設住宅、実際に家を失ったって人に対しても部屋を借り上げることだってできる。災害と同じ扱いにできるんだから。金銭を貸し出すこともできるし、遺族に支給する災害弔慰金も払えると。コロナになった、身内が亡くなった、悲しんでるところにすいません請求書みたいなことにならなくて済みますよね。これだったら国からちゃんとお金出るような形にすれば、このような災害救助法4条にのっとった上でいろんなことができるようになるんだよ。コロナが災害と認められれば、他にも雇用保険の災害特例適用によって職を離さなくても、離職しなくても休業中であるならば手当を支給することができる、国からずっと。もちろんこの部分に関しては今コロナの国がやっている幅の方が広がってると思いますけどね。でも災害指定すればこれだけのことができるよっていうことの説明でございます。で、コロナを災害指定するべき違うか、これ私去年から言ってるんですね。都知事選挙に出た時もそれを旗に挙げたんです。コロナを災害指定するべきだってことですね。何が必要なんでしょうか。コロナを災害とするためには何が必要になるか。コロナは災害ですよということを政府が認めるだけで OK なんですよ。どうしてか。それを知っていただくためにはこちら、災害対策基本法の2条を見ていただければ、何が災害ですかってことが書かれている。暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震に、津波に、噴火、地滑り。でも災害ってこれだけで収まります？この中だけに収まりませんよね。だからそうじゃない、何かその他の異常な自然現象とかも含まれてるんです。ここに書かれてるだけじゃないよ。そこからさらに増やすことだってできるっていう立て付けになってる。で、増やすときにはどういう手順が必要なんですかってことなんですけど、一番下、政令で定める原因により生ずる被害であるならば災害にできる。これ政令で、内閣で決めれば災害にできるっていう立て付けになってるってことです。新たな災害に加えるか否か、それは政治の判断、政令でできるよってこと。だったらさっさとやればいいのに。憲法改正とかぐたぐたわけのわからんこと言ってんと、さっさと災害として認めればいろんなことに対して対応できるっていう
状態になってたのに、ロックダウンだってできてたのに、ステイホームだって法律でこれできてたのに、どうしてやらないので、国会で答弁を行われました、この件に関して、去年の4月の28日西村国務大臣、法制局と早速相談したんだけれども、やっぱりこれコロナは災害って読むの難しいっていう判断をね、法制局が行ったんですみたいなことを言ってるんです。おかしいですよこれ。だって政令でできるのにどうして法制局出てくるので、法制局って何ですかってことですけど、法制度の面から内閣を補佐する行政機関、法律作りますとか今の法律をどう解釈しますとかっていう部分に対して相談できる相手ですね、法制局。この法制局がダメだっつったから無理だって言ってるんです、西村大臣。コロナを災害にするのは難しい、だって法制局がそう言ってるからねってことなんですけど、法制局に直接聞いてみた、まどろっこしいからどうなんて、何と答えたか、それについては検討していません。ちょっとおかしいやん、災害対策基本法の災害にコロナを含めなかった理由何なんですかって聞いたら、いやそれについては検討しておりません、そんな答えが返ってきた。国会の答弁と違いますよ。どういうこと、それについてはって何なんですか。災害に新型コロナが含まれるか否か、これについて法制局は検討していませんって言葉が返ってきた。何かって言ったら、そんなこと検討させてないんですよ。当たり前です、さっき見ていただきましたよね、政令で定めるんですよ。つまりは政治が判断することなんですよ。政治で判断することに対して法制局に決めてくれみたいな話ないでしょ。これコロナ災害に加えてもいいかな、問題ないかなって聞き方は一回もしてない、そういう答弁だったってことです。じゃあ法制局って一体何を検討したんっていう話なんですけれども、内閣府が国会で答弁をするとき、西村大臣が国会で答弁をするときに、その答弁の下敷きを作ったのが内閣府、その内閣府が作った答弁内容を法制局が見て、あ、問題ないです、特にないっていうことを言ったっていう話なんですね。つまりは何か、ぐだぐだと内閣府が書いた内容、ぐだぐだと書いた内容、コロナを災害にはしないという理由、内閣府が作った内容、これを法制局にチェックお願いしますってことで渡された。それを見た法制局は、分かりました、特に意見はありませんということを返したってことです。この内閣府が作った答弁というのは、コロナは災害として認めないという内容だった。つまりもう政治判断がなされてるんですね。その内容が内閣府から送られてきて、あ、そういうことなんですね、政治はそういう判断をしないということなんですねっていうことになった。だから法制局は特に意見ございません、そういう政治判断をなさるんだったら意見ございませんということになった。政令改正によってコロナを災害に加えることは困難だという政府、その政治判断を法制局は了解しましたと言っただけの話。ついてこれてますか皆さん。政治ってややこしいですね。国会でテレビ中継入ってたりとかしてね、法制局にも相談しましたところ、コロナは災害と認めることが難しいようでございますねみたいな適当なこと言ったことを、それ違うでしょって、事実と違うじゃないですかって説明するのにこれだけの時間かかるんですよ。嘘つく方は簡単だけど、それが嘘だっていうことを証明する方の時間のかかることよこれね、本当にバカらしい。まあとにかく何ですかってことですけれども、法制局は災害に新型コロナが含まれるか否かについては何ら判断してない、答弁書、内閣府が大臣のために作った下敷き、それに問題があるかどうかを判断して、意見ないです、だって政治判断でコロナは災害にしないってこと決めたんですもんね、なるほど、その内容、うん、まあ、特に意見はございません、政治判断でそういうことを決めたんだったらということになった。新たな災害に加えるか否かの判断は政令で行われるから、法制局はそういう判断したんだよってことでした。はい、すいません長くなったけど、そういうことです。だからコロナ何かって言ったら、ステイホームとか他にもロックダウンとかいろんなことに関して法律が弱すぎて、みんな人権人権うるさいから、そこに対してもっと強い権限を持つための憲法の改正が必要だっていうのは大嘘、でたらめ、適当言うなの世界だってことです。災害でしょコロナって。国の対応を見てればコロナは災害であるってことよくわかるんです。例えばですけれども、去年の4月6日東京都自衛隊に対してコロナ陽性者の軽症患者を受け入れるホテル、
そこに対して食事の搬入とか生活支援を行えるように自衛隊出してくれってお願いしてるんです。それはどういう形でやられてるかって言ったら災害派遣なんですよ。災害派遣要請って形で自衛隊に来てもらってる。災害やん普通に。他にもですね、自衛隊の看護師を北海道に派遣するってことありましたよね、去年。それ振り返ってみても全てこれ自衛隊法83条、災害派遣、災害って認めてるんですよ。それだけじゃない、小池さんなんていつも防災服着てる。災害って認めてるんですよ。災害なんですよ。だって世界中が日本中がさっさと災害と認めることによってもっと力いろいろ加えられるわけですよね。お金も出せるわけですよね。どうして災害として認めないかって言ったら、この災害が終わったって認められるまではみんなに支援しなきゃダメでしょ、お金出さなきゃダメでしょ。それじゃ倒れないでしょ中小企業も。やろうとしてること明らかなんですよ。中小企業の体力を弱らしていきながら、それを M&A で海外の資本だったり国内の大企業にそれを食わせていく、そういうようなこともやりながら、汚染水も流すって決めたり憲法改正したりとか、火事場泥棒なんですよ完全な。だからいつまでもこの混乱を終わらせようとしないっていう、ありえないと思うかもしれないけどやられてる話ですよこれ。本当に終わらそうと思ったらとっとと災害指定してますよ。先ほど冒頭で見ていただいた通り、徹底的にこのコロナ対策をやってる国はもうコロナはすでに終わってますよ事実上。もちろん脅威はありますよ、外から入ってきたりとか。でも国内においては市中感染ゼロっていう社会をもう作ってますよ。一方で日本はいつまでも終わらない。日本がダメだから、トップがポンコツだから、違いますよ、そこまでポンコツじゃない、優秀ですよ日本は。霞が関は優秀ですよ。でもどうしてそれができないかって言ったら、他に狙いがあるから以外ないんですよ。だから止めなきゃダメなんですよ。 99.7% 中小企業でしょこの国に存在している企業。そこに対して中小企業の足腰を弱らした上で M&A で海外の企業や日本国内の企業を儲けさせるような、そんなことになっちゃったら、そこで働いている人たちどうなりますか。当然仕事を失いますよ。仕事を失った後どこ行きますか。より安い労働市場に流れるしかなくなるんですよ。誰にとって得。これまで数十年の間、25年以上のデフレの原因になったことを考えてみてください。企業だけが儲かるような体制を作るために働く人々をどんどん不安定な働き方に追い込んでいったり、税金の取り方歪めたり、いろんな形で一人一人の力を弱めたことによってこの国の GDP 減ってったんでしょ。みんなの儲けが減ってったんでしょ。で25年以上のデフレっていう衰退国家にしてしまったんでしょ。全て政治ですよ。ここにおいて最後の仕上げに私入ってるんじゃないかなっていう危機感を持ってます。止めたい、何としても止めたい。それを止めるためには何が必要かって言ったら、政治を動かす以外ありません。あなたがこの国のオーナー、あなたにこの国を救ってもらいたい。政治と距離があるって思い続ければ当然食われ続けますよ。どうして奨学金で利息払い続けなきゃいけない。利息で儲かってるやつらがいるからでしょ。奨学金一つ取ってもすでに若い人たちを食い物にするようなシステムの国が、それ以外はそんなシステムになってませんなんて言い訳つきませんよ。片っ端から食い物にされてる、片っ端から食い物にしてるんですよ。タコが自分の足食べ続けてるんですよ。こんなことをしてる国は滅びる、もう来るとこまで来てますよ。これを考えるんだったらぜひ力をお貸しいただきたい。その先頭に私たちに立たせていただきたい。令和新選組と申します。